皆さん、こんにちは。モレノです。本日は、What if の解説、そして、およびね、SBC の解説っていうものをしていきたいというふうに考えております。あくまでもプレイ動画ではないんです。自分自身が、えー、どまあ、今のチーム、現状のチームであったり、SBC を見ての、まあ、 言葉としての評価っていうのを伝えていければなというふうに思っています。で、えっ、ー、と、一応流れとしては、えっ、ー、と、ワット・イフ、まずチーム2先に話して、チーム1その後話して、あとは今現在出ている SBC ですね、ジョー・ハートもそうなんですけど、ジョー・ハート、メッシー、あとは、ワット・イフ、テイジマルキュー今話したいですね。 でえー、とあとはルベン・デベス、あの目標の数選手来たので、少しお話しできればなというふうに考えておりますので、ぜひ見てみてください。で、えっ、ー、とまあ、きょなんでね、こういう動画にしようかなと思った理由としては、今週ね、久しぶりにウィークエンをガチでやりましたあの。久しぶりというか、もう本当に今年初めてかな、ウィークンリーグを集中してやって、まあ、結果的に23勝5敗で終えることができました。まああの もう少しね、頑張れたかなとは思うんですが、まあ、久しぶりにね、こんだけちゃんとやって23勝エリート行くことができて、まあ、自分自身ホッとはしています。あの、やっぱね、ウィーケンドすげえ大変だなと思いましたし、疲れるなと思ったんですけど、まあ、その中でね、ある程度の結果を残せて、まあ、満足しています。で、えっと、や、でね、えっと、ウィーケンとね、で選手レビューを並行してやるのは、僕は無理です。あの、先にお伝えすると、そこまでうまくないん ですよまあある程度へ下手っていうのはあのまあエリート行ってる時点で言うのはおかしいと思うんですけどやっぱプロの方々と比べてもやっぱ試合に勝つことっていうのは僕は専門としていないのでそれをねレビューと同時にやってくださいって言われたらもう相当難しい話でやっぱりあの、まあ、勝ちを優先するかレビューをするかっていうのはまあどちらかを犠牲にしてどっちかを取るっていう形になりますねまあ、ただえっとまあ 今年はもういいかなっていう感じですね、ウィーケンに関しては。<laughs> 本当に疲れた。<laughs> あの、これをね、毎週30試合やってエリート毎週行ってる方々、本当にすごいですし、あの、もう本当に尊敬しかないですね、うん。特にプロの方々とかね、その中でも毎週27勝とかしてやっていかなきゃいけないんですごく厳しい世界だなとは思います。で、えっと、まあ、 戦術だったり、えっ、ー、と、まあ、久しぶりにゲームプレイをちゃんとやってみての感想っていうのは別の動画で、えっ、ー、と、どこかしら今週撮りたいかなと思っています。あの、戦術に関しても4231を使ったのですが、そこまで癖のある戦術は使わなかったので、あの、多分皆さん方にも応用が効く戦術じゃないかなと思っているので、どこかしらでね、紹介できたらなというふうに思っております。という感じでね、えっ、ー、と、なので、えっ、ー、と、まあ、今週時間がなくてレビューができなかった分、ちょっと、 まあ話で僕自身の一人一人の印象っていうのをお伝えできればなというふうに考えています。では、まずね、What If チーム2からお話ししていきます。チーム2、先週の金曜日にリリースされたチームで、まあ、正直ね、がっかりしました。あのかなり、なんだろう、弱くはないんですけど、 大物選手っていうのはいなかったかな。まあ皆さん、ネイマールだったり、フェルランド・メンディ、ジェルソン・マルティネスを、えっ、ー、と、ジェルソン・マルティネスですね。失礼しました。ここ辺の選手を期待していた分、まあ、モーラレス、リシャーリソン、メルテンスっていうのは100万近く引くカードではあるんですが、ちょっとね、まあ年場流的にも欠けるかなと思いますし、この チーームにおいいいいててははトップメタっていうカードはいないですやっぱりスキル5っていうのは今作すごく重要な項目になってくる上でスキル5を持ってる選手がいないっていうのもあって、うん、超強いなと思うカードもないですし正直この3人に関しましても、まあ、ちょっと課題評価感あるなと思います少し高いかなと思っていますまあレバンテに関してはあの、まあ、6試合でね5試合で6点取れるからちょっと厳しい かなって、割とね、なんだろう、ビッグクラブの選手がいないんですよね、まずこのチーム。うん。で、えっとまあ、5試合に6点取れるか怪しいチームの中、まあ現状のリシャーリソンだったり、えっと、まあリシャーリソンに関しては、このリシャーリソンのカード、多分強いのは強いと思うんですよ。ファイルスタービークプットも持ってますし、ただ、うーん、同じ難度すなら、アシュフォトの方が強いのかなと思っちゃいますね。で、まあエバートンが5試合で6点取るっていうのも、ちょっとね、 まあ取れないことはないと思うんですよ。ただ微妙なのかなとも思います。なので、えっ、ー、と、まあ、全体的な評価としては微妙かなと思います。で、えっ、ー、と、まあ今回のチームでおすすめな選手は、まあリカルト・プレイラーのね、このカードは強いと思います、ね。で、まあただね、プレミアのミニバックっていうのは本当にね、激戦区ではあるので、まあその中でわざわざプレイラーっていうのは、あの、ちょっとどうなのかなと思うんですけど、まあレスターがね、 クリーンシートもし達成できれば、カンセロよりも僕はね、使いやすいんじゃないかなと思っているので、まあ今現状,現状の価格18万5000ということを考えれば、プレミアリーグという付加価値も含めて、あのかなりお得なカードかなと思います。レギュラーに関してもね、同様ですあの。プレミアの左サイドバックなどにもかかわらず、18万コイン。まあトッテナムがね、トッテナムね、今ね、点は取れるんですけどね、やっぱ守備はね、点を取れる分。 おろそかかっていうかあのまあベイルの復帰僕自身は多分トッテのファンってうまでは言わないんですけど多分プレミアでプレミアっていうか一番見てる試合を見てるチームは間違いなくトッテナムなんですよでなぜ、まあ、かというと、まあ、モーリニョが僕はすごく好きででその上はベイルがすごい好きであの本当にね今の3トップベイルが復活、まあ、完全復活はまだ早いかなっていうのもかかんですけど まあかなりね、復調してきて、まあ、すごくね、今、スリートップの安定感半端ないと思いますヨーロッパでナンバーワンだと思うんですよ。ソニーとケインとベールのスリートッパー。ただ、その分、ちょっと守備陣はね、不安定なので、それでクリーンシートを保つ必要性がないチームなので、まあ、ぜひ取ってほしいかなと思うんですけど、まあ、現状レギュラーの18万6千っていうのも安いと思います。で、他のカードに関してはね、ダニエル・ワースのこの10万っていうカードは、かなりいい値段だと思います。あの、特にね、ラリーガのチーム組まれている方、 にとっては、あの、まあ、フリットギャングの一人でもありますし、なかなかね、リーがね、センターミートいなかったので、特に攻撃的なセンターミートとしては、まあ、ジョレンテの84のカードよりは、あの、僕は格上だと思っていますし、あの、ぜひね、試してみる価値があるカードなのかなと思います。ただ、えっ、ー、と、まあ、全体的にモラレスの100万は、ちょっとこのカードね、使ってみなきゃわからないんですけど、 ちょっと高いかなと思います。うん。まあ、ただ、まあ、数値的にはね、本当にバゲモンレベルだと思いますがフォで、えっ、ー、と、まあ、フィネスも持ってるんで、うん、どうだろう、レバンテがね、6点取れるかっていうのがね、焦点になってくるとは思うんですけど、ちょっと高い気がします。リンクも必ずしもいい選手ではないので、まあ、リシャリソンに関しても同様ですね。まあ、メルテンスも似たようなタイプだと思います。モラレスと。まあ、モラレスより、 まあ、メルテンスの方がちっちゃいですよね。うん、ちっちゃいんですけど、まあ似たようなタイムの選手ですね。うん、正直ね、ファイブースキルない選手に100万以上の勝ち出すのは、ちょっと、よっぽど飛び抜けてないと、やっぱ僕はもったいないかなと思います。で、えっと、まあ、このディアターね、かなりね、掘り出し物だと思います。おそらく、今回ね、えっと、確約パックで当てた方多いとは思いますが、違う方のジェルソン・マルティネスだって、ジェルソン・マルティネスが間違ってるとか言われてますけど、 ウィールドロッキング・ジェルソン・マルティンスクやられてるんですけど、あの数値的には、ね、かなり強いと思います。で特にあのプラス2が来たらペースもほぼカウンストしますし、この選手の、ね、1 7 5センチでリーン・というボードタイプからドリブルもめちゃくちゃにいいので、まあサブとしてもね、これ以上値段下がるなら、 一つすごくいいオプションになってくると思うので、ぜひ、まあ、気になっている方は試せる価値があるカードかなと思います。まあ、トービンとかもね、フランス人にした能力値は悪くないのですが、特に、まあ、トービン、ルーカス・レイバー、ペペら辺は、まあ、ひでるものはないかなと思います。グリフォンに関しても同様かなと思っています。 という感じがチーム1ですね。チーム2、えっ、ー、と、まあ、ここは簡単にお話ししていきます。チーム2の方がね、やっぱりあ、チーム1の方が魅力的な選手が多かったです。特にまー、あ、サンチョのカードをレビューしましたが、かなり強いですし、このゴメスのカードね、めちゃくちゃ強い。<laughs> びっくりするぐらい強い。少し使ったんですけど、あの、スピードといいドリブルが異次元に速い。あの、120万でもこの選手がアップグレード来るなら出す価値あるなと思ったので、もう気になってる方はね、ぜひ試してほしい。 特にね、モラレスにね、105番出すなら、ゴメス試していただきたいっていうぐらい、本当に、あの、ドリブルがね、もうめちゃくちゃですね。うん。まあメッシの、ま、あ、喧嘩版とは言わないですけど、えーと、なんだろう、喧嘩版レンガ版レンガ版だっけちょっと日本語がわかんないですけど、ま、あ、メッシに似てますね、本当に。 いい選手で、まあ、アップグレードが、ね、ちょっとセビジ値に関しては微妙なのですが、これがアップグレードできたら本当にまた使いたいと思うカードでしたね。で、えっと、カンテに関してはね、スリースターウィークフットに上がったスキルムーブに上がってる分値段が反映されてますが、この値段出すなら正直プライム負けれれだったり、モーメンツ負けれれでいいのかなと思いました。スタッツね、あの総合値結構違うように見えて、彼らの違いってシュートスタッツの違いだったりするので、 アイコンの負けレレで十分かなとは思います。AI の差とかもそこまでね、変わったことはないです。うん。なので、まあ僕はこの値段関係出すのは負けれれがおすすめです。まあ腕ゴアとかもね、数値的にはいいと思います。44万、プレミアのキャンプで44万なら、本当にファースト、まあファースト候補っていうのは、まあブルーのデブになりますが、その次のティアに入ってくる選手かなと思います。 という感じでまとめていきます。まあ、ムバブスモーリングとかもチームに入るなら作ってみてもいいかなとは思う選手ですね。ムバブはね、ただね、思ったよりは僕は微妙でした。ちょっと使いましたけど、あの、 まあ、クライバーが無料で僕、チームいるので、彼と比べて30万の勝ち出すかって言われたら絶対ないですね。まあ、クライバーがぶっ飛びすぎてるっていうのもあるんですけど、で、えっと、ラインマーに比べてもう30万出す価値あるかって言われたら、僕はね、ちょっと微妙かなと思います。うん。そこまで大きな違いはなかった。特にステイバックとかにしている方であれば、大きな違いになるんです。ただ、えっと、センターバックとして置いても間違いなくトップティアのカードなんで、コインに余裕がある方であれば作っ、作ってもいいカードかなと思います。 まあユリに関してはね、ユリに関してはあのセンターバックと指揮をしてめちゃくちゃ強いカードだと思いますで。ヨビッチもかなり使いやすかったという感じですかね。で、どうまあこの先ちょっと SBC についてお話ししていきます。少しあんまり長くはしていきたくないんで、まあ、パパッと説明していきますが、まずマリキュイ、えー、作成コスト26万5千円、ちょっと高いなと思いました。まあ、現状ね、すごく市場があのインフレしてるっていうのもあるんですけど、 ちょっと高いかなと思いますね。あの、数値的にね、弱いんですよね。もう少し、この値段で出す数値的に欲しかった。もちろん、えっ、ー、と、フランス人で右サイドバックって、ほとんどこのゲームいないんですよ。多分、ファーストチョイス、ムキエレだったり、サンピアになるぐらい。 あの今、フランス人の右サイドバックっていないポジションではあったのですが、このマルキューはちょっと高いかなと思います。フィオレンティーナがね、クリーンシートを取るのは、ちょ微妙かなとも思いますので、ちょうリスキーかなと思います。ただ、えー、とチームにドンピシャでハマるなら作ってもいいとは思います。間違いなく強いので、フランス人の右サイドバックとしてはあの、ファーストチョイスにはなってくるので、作ってもいいとは思いますが、なんだろう、めちゃくちゃに、このカードやべえな。 思思うカードではないと思いとます同じ値段出すならムーアブとかの方が、まあ、右サイドバックとしての安定感はあるかなという印象です。で、えー、と次にジョーハートですね。ジョーハート。まあ、ジョーハートに関してはもう実際僕はね全く使えてないんでわからないんですが話を聞く限りだとポープよりは強そうです。なので、まあ、プレミアリーグのチームを作っている方であれば作ってもいいカードではないかなと。 思いました,ただあのキーパーに関してはね本当に好みだったりもうあのうん好みかななのでちょっとあんまりね深くはあの追及はしたくないのですがコインに余裕があればポープから乗り換えてもいいと思いますただそこまで余裕がなければわざわざ作んなくてもいいと思いますポープより断然強いなと思うことは僕はあんまりないんじゃないかなと思っているので。 まあ余裕あれば試してみてください。まあ他の方々の意見を参考にしてみてくださいっていうのが正しいですかね。で、えっと、あと2人、あと2人か3人話していきます。えっと、まずテジョ、定常。定常に関してはね、このカードかなりいいですね。17万コイン。なので、えっと、まあちょっとね、ベティス、まあこの選手もまたベティスがあのアップグレードくるかによって全然違うんですが、能力的をね、アタッカーとしては非常に優秀なカードで、特にフィニッシャーをつけた時とか、 シュートスタッツも完走しますし、おそらくこの選手のリーンの 178cm というボディタイプ的にかなりドリブルもしやすいです。で、なおかつこのアップグレードが来ることによって95、97まで行くスタミナ、あのスピードであったり、やっぱり何と言っても右ミッドっていうことが大きいと思うんですよ。このゲームね、このゲームっていうか FIFA21 は右ミッド不足が本当にすごい。あの、右ミッドって本当にいい選手にないので、 そ,んなそういった中で17万でこのオプションが入るのであれば、まあ、451とかで右バックに、例えばヘッススナバスを置いて、えっと、緑リンクで繋げるっていうのも、まあ、右サイドに悩まれてる方であれば、作ってもいいカードかなと思います。ただ、えっと、例えばクライバーとロッペンを持っている方であれば、むし、あの、無理に作る必要性はないのかなと思います。やっぱりね、クライバーのカードがね、ぶっちぎって強いんで、うん で、ロペも5スタースキルあるので、も,もちろんロペ逆あの弱点もあるんですが、5スタースキルっていうのは本当に大きい要素ではあるので、無理して変える必要性はないのかなと思いました。で、えっ、ー、と、次に関しては、えーと、ルベンディアスですね。ルベンディアスのカードね、このカードかなり強いです。能力的にね、総合ス1つ2429っていうのは、 まあ無料の選手にしてはやあの強すぎるぐらいで、スピードもそこそこありますし、かなり使いやすいと思います。ただ、ワークレート的にはミディアムハイの、えー、とハイミディアムの選手ではあるので、どちらかというと攻撃的な CTM っていうよりは守備的な CTM になると思います。で、えーとまあ、この選手をね、えーと、試す価値はめちゃくちゃにあると思います。このポジション、カンテはいるんですよ。カンテだったり、そこはいるんですけど、他のオプションがすごく値段的に張るんですよ。 でえっと、僕はね、カンテのカードはあまり好みではないんですよ。スキルムーブがなかったり、パスができないので、でそうした中、ルベン・ネメスっていうのはパスもできますし、スキルも4-4、えっと、あるのですごくいいオプションになると思います。なので、えっとまあ、プレミアリーグしか置けないよっていう守備的な CTM を探してる方であれば、ぜひ作ってもいいかなと思います。特に、えっとまあ、ブルーノの コンンビネーションブルーのだったりルーニーのコンビネーションを探している方、あとはカーティスト・ジョーンズのコンビネーションを探している方であれば、もうドンピシャのカードなんで、まあ、目標は、ね、かなりめんどくさいんですけど、取る価値は十分あると思うカードです。で、えっとまあ、最後に、ね、レオ・メッシを話していきますが、まあ、現在作戦コース200万超えています。195万か、少し安くなりましたね。あのこのカードはね、メッシを 愛してて好きなな方であればももう絶対作っいいいカードかなと思いますゲームの最後までメッシュを使う気であれば作ってもいいカードかなと思います。スタッツ的にはね、めちゃくちゃに強い。あの95のカードが、まあ、現状14050万なのかな。もう少し下がって140万って考えると、まあ、95から96のアップグレードでこの値段というのは僕は安いと思います。特にね、このカードね、ハンターをつけることによってペースも95までいきますし、 2つもほぼカンストしますし何と言ってもねドリブルはもうメッシュのドリブルは異次元なのでもうぜひあのメッシュが好きでもちチームにドンピシャで当てはまってあの まあ今後使うだろうって方であれば作ってもいいと思います。ただ作る時期に関してはもう少し待ってもいいかなとは思います。おそらくですが今週の、えー、と週末次のプロモーションは 2-in-1 パックと言われる1個のパックで2個パックが弾けるイベントが来るんじゃないかなっていう、まあ、パックコードが追加されてますのでイベントが来るんじゃないかなと思います。で、えー、とその時に排出される選手っていうのはベストオブティーモートウィークククローの ロナウドだったり、まあ今まで出たプロモのまあ総まとめみたいなプロモーションであることが有力視されています。なので、えっと、皆さん多分パックをめちゃくちゃ引くので、まあさすがにね、今 SBC 総菜の値段すごく高いので、もっと下がるとは思うので、これ以上下がるならね、だいぶお得です。で、えっと、30%ぐらい下がる見込みっていうのは全然あるので、今現状の価格を考えると、まあこの方が130万、140万になってくれれば、 もう本当にお得なカードにはなるのでめちゃくちゃおすすめにはなります。本当に自分でも欲しいぐらいになカードになってくるので、まあ、気になっている方は、ね、ちょっと価格見つつ様子見つつあの作っていくのがいいと思います。まあ、メッシの、ね、カードっていうのは唯一無二ですし、まあ、この93のカードから比べても全然レベルの違うカードになるので、まあ、ぜひ試してみてくださいという感じですね。えー、とまあ18分 あのずっと喋ってましたが、いかがでしたでしょうかあの、質問、コメント、おそらくね、補足できてないこと、たくさんあると思います。あ、グエン同士のカードはね、このカードかなり強いんで、気になってる方はぜひ作っていただきたいと思います。あの、まあ、ちょっとこれだけではね、喋りきれないことがたくさんあると思うので、まあ、質問、コメント、いつでもお待ちしております。ぜひください。待ってます。という感じで、今日も見ていただきありがとうございます。 もし何かあれば、あの、ツイッターでも大丈夫ですのでお待ちしております。チャンネル登録、いいねの方引き続きよろしくお願いします。今日も見ていただきありがとうございます。ではまた。